こんにちは、ダイレクトカーズ船井と申します。今回はですね、このトリップワンですね、トリップを使って今店舗があります厚木の市内ですねのスポットを巡っていきたいと思います。そしてタロを巡っていくのじゃなくて、今回、一緒にですねスポットを紹介いただける、お供といいますか、方々に来ていただいてますので、早速紹介していきます。それではよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今回、一緒に、ご紹介いただける、紹介の方よろしくお願いします。はい、厚木市社会人リーグの、はやぶさイレブンというチームで、選手をやっています水野幸喜です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう早速ではありますが、出発していこうというふうに思います。よろしくお願いします。お願いします。今回使用します車両はこちら、キャブコンのトリップでございます。トリップは一般道でも走れるサイズになっております。賢いですね。おかわり花、はい、スピン、どうぞ、ゲート。めちゃくちゃ賢いですルル君ですね。はい、このようにですね、厚木市内の中で、走れる、ドッグランのスポットもありますので、こうペットと一緒に、厚木市で例えばレンタカーであったり、こう旅に来てもらった方もこう休める、はい、癒しの空間というものがありますので、はい、ぜひですね、来ていただきたいなというふうに思っております。はい、詳細等はですね、情報を載せておきますので、そちらの方で確認いただければと思います。ドッグランという形で、楽しめる場所に来させていただきました。はい、もうですね、すでにこう遊んだ後なんですけれども、ちょっとだけ感想といいますか、を伺おうかなと思います。水野さんからどうでした？広いし、ね、たくさんおもちゃとかもあって、はい、やっぱね、犬はのんびりというかね、こういう広いところで、はい、たくさん走ってね、遊んだ方が伸び伸びと。そうですね結構大きなスタッフさんのワンちゃん見て、はい、こう動き回ってましたね、こういろいろとこう走れるスポットが、はい、あります。ありがとうございます。そして、はい、武藤選手とあとルル君ですね。はいはい、普段なかなか散歩とかも行けてなくて、長い距離とか走らせられてないんで、はい、今日なんか結構楽しそうに走ってくれたんでそうですね、はい、結構もう重要です。良かったかな、多分楽しんでくれたと思いますありがとうございます。まあ、こんな感じでルル待って、ありがとうございます。そういった形でですね、ドッグランという形で走れるスポットが厚木市のですね、文化会館の近くに実は場所がございます。で、詳しい情報に関しては、概要欄の方に載させていただくんですけれども、ぜひですねお調べいただいて、キャンピングカーもトリップサイズなら止められるかなというスペースがございましたので、今も止めてるんですけど、はい、もし不安な方は1本ですね、この青空さんの方に、ご連絡いただいて、ぜひこちらにお越しいただいて遊んでいただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それでは、続きましての場所に移動してまいりたいと思いますので、
武藤さんはこちらで、はい、ちょっと次 の, あの場所が現場がありますので移動されるということなので引き続き、水野さんと一緒にあの紹介していこうというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。武藤さんありがとうございました。ありがとうございま す, いま す, いますはい、それでは次行きます。トリップには外部シャワーがついております。こちら泥で汚れたキャンプ道具やワンちゃんの足などを洗うのに便利になってます。食の市さんというところに、やってきまして、買い物をしてまいりました。で物買ってきたものに関してはまたちょっと後ほどあの別のカットで紹介いたします。で今回お邪魔させてもらっている食の市さんはあの通常の、スーパーと違ってこう地元の食材であったり珍しいものを集めたそういう、まあ、こう地元のスーパーといいますかこうそういったような場所になっております。でもちろんですねこうフラット立ち寄ってちょっとこう小腹を満たせるようなちょっとしたこう商品とかも置いてたりもするのでぜひ、道中の、まあ、途中ですね途中で立ち寄っていただいて、まあ、いろんな買い物とかもしてもらえればなっていうふうに思っております。はい、そしてですね、買ったものをちょっとだけ紹介します。はい、変わったもので言うと、ね、マグロのテール。お、マグロのテール。はい、初めて見ました。だったりとか、この地元のね、このソーセージ。はい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 。食の市さんならではの、ね。そうですね。ですね、はい。あと変わったので、これちょっとお試しの小さいサイズになっちゃいますけど、燻製にしたお塩だったりオリーブオイルだったり、醤油。はいはいはい、これ燻製のものなんでなかなか多分普通のスーパーには置いてないかな。そうですね、見たことないです、はい、初めて見ました。あと新鮮なもので言ったらやっぱこういう、はい、お大きなハマグリとかサザエとかめちゃくちゃ美味しそうな、はい、この辺を、はい、バーベキューありがとうございます、はい、後ほど、水野選手に調理いただきますのでそちらもぜひお楽しみいただければと思います。はい、それでは早速、はいはい、会場に向かいましょう。食材を、まあ、ちょっと冷やしておくっていうのにですね適している装備がトリップにありますのでちょっとその紹介だけしていきたいと思います。はい、あの冷蔵庫がこういう巨大なサイズで、はい、うちのトリップは搭載をしております。はい、ここに書いてありますけど、はい、100リッターそうです、でかいですよね、はい、これだってもう飲み物でも、まあ、野菜お肉何でも入るし、はい、言ったらね一人暮らしの家の冷蔵庫より大きいかもしれないですよね。はい、うちのやつより大きいですですよね、はい、これは便利ですね。下はそうです、これあの通常だと、はい、冷蔵がこう80リッターとか90リッターとかばかりなんですけど、はいはい、下冷凍も48リッターありますそうです、わーすごい2段で、そうですね2段でございます。冷凍まであると、そうです、夏暑い日冷たいキンキンの飲み物も飲めますし、飲めます、まあ、僕アルコール飲まないですけど、はい、急速冷凍でねビールとか冷やしてもいいですし、そうですね便利ですね。はい、早速ですね移動してまいりまして、こちらはですね大山キャンプ場の、クワハウス、山小屋、はい、という場所にですねあの今来ております。まあ、ちょっと詳しい場所の情報等はあの概要欄の方に載させていただきます。もう準備もある程度しましたので、まあ、荷物下ろして、そのままもう調理の方に進んでいこうかなというふうに思いますので、はいはい、ここからは、はい、水野さんよろしくお願いします。任せてください、はい、水野食堂ということで、はい、はい、水野食堂よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは早速作ってまいります。すごいでしょ。ね。本当はここにお揃いにさ、パセリ。ああ、はいはい。やるの。おしゃれっす。これ開いたら終わりで、はい。
はい、お仕事です。はい。まあ、はい、どうも。一品目。うまそう。サラダですね。サラダです。わあ、シンプル。ハイシーズン1000円。え？ここ1日？1日。え？安じゃん。みんなでここ行きましょうよ。入場料だからどうなんだろう。サザエは、ベッド取られるのかもしれない。サザエは、うんちくなんですけど、これ最初に出た水は汚いんで。あ、そうなんですか。で、この後、旨味成分が出た、あれ、汁が出てくる。ここ、お風呂もあるらしいですよ。はい、それではですね、ちょっとお仲間がですね合流いたしましたので、ちょっとご紹介の方をさせていただきたいと思います。お願いします。こんにちは、富田雄大です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてこんにちは、榎戸光平です。背番号今年は24番です。お願いします。よろしくお願いします。はい、ということでですね、早速牡蠣の方を食べていきますので、はい、はい、どうぞよろしくお願いします。これはやばい。これはうまそうやわ。いただきまーす。え、牡蠣初？初？はい。初牡蠣？初牡蠣。初じゃないんかい。あ、ほら。どう？これもヘクソ。ヘクソ。奥さん食っちゃってる。うん。美味しいですか？熱い。熱い。けど。熱そう。いただきます。うん。あお。塩がね。続々と料理もできてます。はい、という形でですね、楽しく今お食事をしております。ここですね、クワハウス山小屋様ですね、すごく自然も、はい、豊かですし、バーベキューができるスポットが結構たくさんありますので、ぜひですねこちら、来ていただいて、まあ、詳しい情報は概要欄の方に載させていただいておりますが、来ていただいて楽しんでいただければなと思います。肉肉シーマ、おお。これってあれですか、何分かかんないな。え、あそこのお姉ちゃん、あそこに売ってるやつですか。肉のとこに売ってるやつですか。これドイツのやつだ。で、ここに、え、お、イメージ、マジ、おお、はい、あとあげる。あとあげる。飲んでいいよ。で、これちょっとつけておきます。うまそう。うわ、すごい。ミディアムレアぐらい。いいですね。を、はい、まあ、そのままいってもいいんだけど、この今作った特製ソースをかけて食べると、はい、めちゃめちゃあっさりと食える。おお。もうこれはたっぷりです。あ、めちゃくちゃうまそうですね。で、完成。わ。早速いただきましょう。ヘルシー、うまい。どうですか。これはやばいでしょ。もう全然油のしつこさ一切ない。いただきます。私何か食べたら。うわ、うまっ。うん、さっぱりしてます。さっぱり、さっぱり、ジューシー、美味しい感じですね。ありがとうございます。いただきました。また怒られてる。トリップには車内にシャワールームを完備、その横には広々ベッドがあるので、そのまま就寝を取ることができます。はい、ということで、今回ですね、厚木のスポットを、いくつか巡らせてもらいました。で、今回今
バーベキューを最後にさせていただいて、はい、もう終わりましたので、あとはゆからくさんの方に行きまして、終了という形になります。まあ、そんな感じでいろんなあの、温泉がありますので、ぜひですね、ここも旅の最後にですね、使っていただいてゆっくりしていただきたいなというふうに思います。はい、そしてこちら、RV パークっていう形のものに、登録している場所でございます。事前にご連絡いただければ、こういう形でキャンピングカーを止めて、一泊できるようになってますので、ぜひですね、そちらもご活用いただければというふうに思います。で、今日もあのもう泊まっていきますので、もう早速あの僕らに書いていきたいなというふうに思います。本日はどうもなかなかとありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。はい、あのまた明日の朝もありますので、はい、ここら辺で動画は終わりたいと思います。この動画がよろしければ、高評価とチャンネル登録ですね、ぜひよろしくお願いします。で、こちらの動画ですね、ご協力にあのリンクボールさんであったり、それこそハヤブサイレブンの方々ですね、あとスポンサーの方々あのご協力いただいておりますので、概要欄の方に詳細も載せさせていただきますので、ぜひそちらご覧いただければというふうに思います。はい、それではありがとうございました。行ってきます。いってらっしゃい。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちらから、おすすめの動画や再生リストもこちらから再生できます。それでは次の動画でお会いしましょう。